早稲田の時一人暮らしだったの。それが何があるの？それ以外何が？それ以外、ああシェアハウスとか。そういうこと？ごめん。あ、一人暮らしです。途中弟と暮らしたりしたけど。いやでも一緒に暮らしてた弟も。ちゃんと言うと早稲田の1年から3年ぐらいまでは一人暮らし。でそれから弟が上京してきて、ちょっと姉ちゃん一緒に住もうぜみたいな。うん。で1年住んだんだけど出てっちゃった。弟あれ。なんで出てるの？出てったの。うん。出て、弟が、ごめん姉ちゃん、俺、一人暮らししたいよ、つって、なんか振られた。うん。未だによく分かってないですけど、私弟に振られて、それで、今のとこ住んでるかな？うん。なんで？ん？二人？何のこと？弟一人暮らしって言ってたよ。うん。一人暮らしだって言ってた。一人だよ。嘘つくはずないじゃん。うちの弟が大学生の。え？一人暮らしだよ。で弟は私のこと大好きだ。やっぱこう学業に専念したいとか、やっぱ大学により近い場所に引っ越したいとか、そういう理由に決まってんじゃん。だって私のこと好きだもん。弟。当たり前。女？女なんて顕微で十分やろ。弟。なんでこんなに可愛い姉がいて、な、え、何言ってんの？なわけないじゃん。私この弟に振られた話するたびにみんな、いやそういう弟は女と暮らしてるよって言われるんだけど、信じてないのって。絶対ない。大丈夫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 だから。そんなわけないんだよ。